ホラポス、関西百名山。ワウワウ。おはようございます、皆さん。時刻は11時45分。今日はここ、じゃーん、なんと大台ヶ原にやってまいりました。近鉄でトクトク切符買いましてね、やってきたんですが、道中だけでだいぶね、神経使いました。無事たどり着けて何よりでございます。今日はここから東大台、ノーマルなね、コースを一周したいと思っております。関西百名山第79座です。そうなんですよ、いよいよ70ナンバーラストとなっております。いや、駐車場から溢れんばかりの車がずっと縦列駐車してあって、これおそらく30分前の道もパンパンなんちゃうかなと思っております。まあちょっとね、のんびり、帰りのバスは午後4時出発だそうなんで、それまでに帰ってきたいと思います。それでは今日も元気に行ってみよう。お、どこ撮っとんねん、行ってみよう。どこ撮っとんねん。見てみ、これ。トイレ休憩、一台機、しましまして、バスで残り1時間半ほどですかね、大台ヶ原に向かいたいと思います。臨時増発です。せずして山頂付近まで来たんで、なんか登山っていう感じじゃないですね。ハイキングっていう感じ。あの山中も1600何がしとかやから、もうほんまに登らないよね。そんな登らないから、ね、なんか不服らしいですよ。いや いや、ええんかな思ってこれで走ってこいやって下から走ってきたよかったな。まずそれは無理やな。12時12分、はい、距離は 1.3 キロ駐車場から、はい、釣り橋です。はい、熊に出会わないためです。結構揺れるんや。お、上りや。紅葉してます。あ、してますね。あの風も気持ちいいね。カラッとしてます。はい、ご覧峰峰を山だらけ。中窓かな。ザ紅葉。大ジャグラーの空気にやってきました。思ったより少なそうなんで行ってみましょうかね。2.8 キロです。はい、
12時50分、距離は 3.1 キロ、はい、あそこもう見えてるんですけど、はい、ちょっと写真撮影待ちっぽいですね、はい、せっかく来たんで待ってみましょう、はいはい、うわー、最初素晴らしい、すごいな、これはすごい、うん、すいません、全部入れちゃって。戦闘怖い、怖そうなの。怖いんだね。こうあれやな、山小屋は見えてからが遠いって感じ。どこもなんか申し訳ない感じ。めっちゃ車で来てもらった。はい、やってます、はい、お願いします、はい、ありがとうございます、ピクトリパシャット、ありがとうございます、はい、はい、はい、ありがとうございます、すごいデポしてはんの、めっちゃデポや、みんなすごい身軽やったもんね、13時33分、33ですね、いや40分ぐらいでしたかね、何キロ、距離は 3.9 キロです、はい、はい、いよいよここから今日のメイン79座面に向かいたいと思います、はい、歩くと暑いんですよ、ほんまやね、ようやく新しい道、ようやく出てました、奥からなんでしょうね、あれはヤマトタケルの味方でしょうか、なんでしょうか、おー、なんかそれっぽいな、ねえ、大体そうなんだよ、そら、お、いよいよか、人気ですね、こっち行ったら駐車場になるんですね、はいはい、ショートカットの道ですね、はい、で、我々はいよいよここ行くと、あの諦めて中道通ってここ駐車場もあるんですけど、はい、我々いよいよここから秀ヶ岳、はい、行ってみたいと思います、ちょっとだけピストになるんですね、びっくりした、もうクマさん出たかと思ったやんか、うん、クマ出ました、クマさん警報みたいやな、うん、うわすごい、うん、なるほど、いやー、どうなんやね、まあ、でもすごいもんな、うん、展望デッキみたいな、これへえ。なんかちょっと別荘に行く道みたいな、楽ちん登山あなんや、ジュミちゃん海好きやな、あちこち整備されすぎてて、ほんまやな、お散歩やな、そうそう、お散歩、まあそれは家族連れにはね、すごいやろね、これぞパノラマビューやろ、わあすごい、これはすごい、とも言えんな、おう、ここやな、分岐ポイントは。
うんうん、ピストンでね、うん、はいはい、左駐車場やろ、時刻は14時24分、はい、距離は 6.3 キロ、これをあのこっちに取るとさっきの駐車場 1.6 キロ、秀ヶ岳までは、0.3 キロ往復です、はい、それでは行ってみましょう。時刻は14時31分、はい、6.6 キロ、ついにやりました。いよいよ70ナンバーラスト79度、関西百名山は第79代、はい、秀ヶ岳パチやりました。到着パチ、記念撮影します。仕切り直します。三角点ありました、はい、パチやりました、到着イエーイはい、2時37分下山、はい、開始。来た道を引き返します、うん、こっちこっちが来たよ、こっちが、うん、ここへ分岐、ね、はい、到着しました。14時42分、はい、分岐点に到着しました。ここから 1.6 キロ、はい、駐車場に向けて歩きたいと思います、はい、ここで荷物デポしてる方もいらっしゃるみたいですね。うまいな、うん、はい、じゃあ行ってみましょう、はい、うん、もう国定公園のノリですよ、本当に。どこもかしこもね、めちゃ綺麗で、ゴミを掘ってる人とかもいないから綺麗な、うん、15時7分です、はい、距離は 8.5 キロ、はい、到着しました。ぐるっと一周してきました。4時にバス発なんで50分残しですね、はい、ちょっとぐらいじゃないでしょうか、はい、じゃあちょっと休憩したいと思います、はい、到着しました。肉うどんときつねうどんです、うん、でこんにゃくは200円です。味はいかがだったんでしょうね。お気になられた方からまたバスの方にお戻りください。お疲れ。これでしょ。どうでしょうね、りゅうさん。いや、今日はね、うん、登山というよりかハイキング、はい、ハイキングね。登る苦労してないからね。それと我々にいつもついてる、うん、あのアプローチの苦労、そうやね、っていうのが全然なくてね。めっちゃあっさり山頂付近まで行っちゃったもんね。山頂付近までバスでピュッと連れて行ってくれて、ちょっとなんか登山これそうやね、まあ、楽でよかったけど、楽して景色見してもらったからよかったけどね。まあまあね、ええんかなこれ。うん、もうちょっと、ね、物足らなさっていうのが、そうやね、苦労した末のわー一輪の景色っていうのが、まあ、最後疲れたけどね。一番疲れたよね。いや、乗り物疲れやな。そうやな、そうなんよ。あの、私的にはやっぱり一日この片道何時間座っとった、3時間半、バス3時間の4時間、片道4時間を座ってるよね。だからトータル8時間、そんなに一日の間に座ってることが最近ないもんやから、もうむっちゃお尻痛いし体固まるし、やっぱ座った姿勢ってしんどいんやなと改めて思いましたね。で、景色自体は良かったよね。うん、大丈夫だ、やっぱり混んでたね。さっきね、ありがとう。
って感じでした、はい。本日の打ち上げは鶴橋の知恵おばさんの気持ちで、やっております、はい。わあ、ナイス、かわいい。これかわいい、めっちゃかわいい。はい、ありがとう。はい、電源スープが、あ、そうだね、うん、何ですか、ぐずぐず煮えたっていうのは豚カルビの煮込みです。これカルビの煮込み、はい、これが美味しいんですよ。ちょっと今スプーンが来ますんで、ちょっと待ってください。なんと煮立ってますよ、これ。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、ありがとう。いただきます。こんなのもいいよ。で、なんか取れるもんがあるんですよ。これ取ったらええよ、これ取ったらええよ、あ、美味しい。それだけで引き出しみたいな。あ、美味しい。それがご飯ですね。これがご飯ですね。辛みの後に旨味が来る。何が入ってるんですかね。豚カルビ。かき込みしてあげるわ。うわ、でっか。香り、きました。あ、あんだ、うん、斜めにもう、うわっ、ガッサリだわ。いやまあね、私が10代の頃からね、来てるお店なんですよ。10代、うん、何年前や。いや、ほんまにずっとあんねん、ここに、うん、学生時代、うん、いやありがとうございました。あったまりましたね、リュウジさんも思わせて、うん、思わせて。リュウジさんどうだったんですかね、豚カルビの煮込み。辛かったわ。辛かったね、うん、もうベロピリピリしたね、うん、ちょっと体冷えとったからね。もうね、すんごい体温まって、なんか久しぶりに美味しいもの食べて生き返ったって感じですね、うん、美味しかったですね。美味しかった、うん、いい一日になりましたね、はい、はい、それでは皆さんごきげんよう、またね。